ロードマイウェイは日本の競争馬。主な勝倉は2019年のチャレンジカップ。2016年3月4日、北海道新日高町の K.I. ファームで誕生。一口場主法人、ロードサラブレッドオーナーズより総額1620万円で募集された。立東、杉山春樹求者に入級。2018年10月14日の新馬戦でデビューし、4着となる。 距離を1800メートルに延長した2戦目の未勝利戦でクリスチャンデムールを背に初勝利を挙げた。年末の500万下条件では里ノルークスの4着だった。6月に1勝クラスを勝ち上がると夏場にかけて2勝クラス、3勝クラスも連勝。リステッド競争のポートアイランドステークスでも早め、先頭から里のアーサーの追撃をわずかにしのぎ、4連勝とした。 杉山氏はうまくいってくれた感じもあるけど、競馬を覚えてきて持っているものを出せるようになってきましたと語った。続くチャレンジカップには3層ぶりとなるクリストフルメールとのコンビで参戦。道中は中段の後ろを追走し、直線で外から据え、足を伸ばして逃げ粘るトリオンフを頭逆わし優勝。これで8区の5連勝での重賞初制覇となった。父。 ジャスタウェイにとっても通算35走目で初の重賞勝利であった。小場所戦は安城に川田正宮日を迎え、金車地賞に出走。圧倒的人気のサーティルナーリアに次ぐ2番人気に押されたものの、スタートで出足がつかず、道中スローペースになったことも相まって末足が不発、10着に敗れた。初の GI 出走となった大阪杯は講師をひねってしまい。 最下位の12着と大敗する。6ヶ月ぶりのレースとなった、ポートアイランドステークスは8着に敗れる。キャピタルステークスはメンバー唯一上がり33秒台の足で追い込んだが、ピースアンパラディに一馬身及ばず2着に敗れた。5歳初戦の京都金杯、東京新聞杯をそれぞれ16着、12着と惨敗。続く、 大阪城ステークスは0.2秒差の4着に入る。しかし、その後は、福島民放杯9着、名ステークス12着、関越ステークス7着と調子を落とす。12番人気で出走した京都大賞店は5着に、食い込んだ。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。